おかしい。何が？追っ手の気配のせい。いいことじゃねえか。さっさとこの森を抜けちまおうぜ。ふん、現れればいいものを刀の錆にしてやる。てめえがよくてもこっちには姫さんがいるんだよ。この歩みの鈍さでは遅かれ早かれ敵と遭遇するぞ。どっちにしても切り合いになるのだ。同じことではないのか、このチキン野郎。チキン言うなよ、腹減ったな。毎度毎度のことだが、チキンは腰抜けの意味だ。腰抜け。とはいらんよ。何かお主たち楽しそうだな。そう、おじさんも入る。じゃあ入れさせてもらおうかな。ってバカ者、もっと真面目に姫の警護をせるか。なんて一人乗りツッコミしちゃって。いやいや、そういうお笑いの技法の話をしているのではなく、真面目にお願いします。嫁入り前の姫様をお守りするのだから。嫁入り前。いい言葉だ。君ね、すぐそういう言葉に反応すると攻略キャラから外されるよ、即。嘘。サブキャラっぽいよね、この人。そらヨウちゃん、ひどい。いやいや、朗読劇の時からメインでしょ。メインじゃないでしょ。他の作品はいざ知らず、ここではメインになりきれてない。歌まで歌ってるのに、どうすればいいの？もっと女の子に優しくしたらいいんじゃないかな。優しくな、女子はよくわからんからな。優しい人が好きなんて言っておるくせに、クールビューティー狙いだったり変態メガネ狙ってたりするからな。何か言ったか？いや、何も。やっとお客さんが来たようだ。気づかれた。急ぎ、お頭へ知らせろ。どうやら物見だな。このまま黙って返すことはない。拙者が。拙者が行く。お主らは先を急ぐ。相手は二人だ。拙者一人で十分。僕も行くよ。手出し無用。あれは拙者の獲物だ。お気になさるな。あれはああいう生き物。剣に取り憑かれた悲しき魔物。まあこういう場では役に立つな。それより姫、先を急ぎましょう。そうだな、またすぐに敵もやってくるであろうからな。お姫様、拙僧の背に乗るといい。いい加減疲れておろう。遠慮なさるな。拙僧の合力をお疑いか。ささ、お早く。姫、お言葉に甘えられるといい。早速アドバイス生かしてるじゃん。気は優しくて力持ち、これぞ男の理想像。ささ、ちょっとスピードを上げますぞ。しっかり捕まりなされ。
うほほーい、おけー、おけけけー、猿かよ。で、待って、ママ。あまり飛ばしすぎるとバテるぞ、モンモン。平気平気、姫は軽いの、まるで羽のようじゃ。それに若い娘の感触はいいの、なでなで。フラ、姫にフラチな真似をするでない、この生臭坊主めが。ああ、元の木阿弥だ。いや、むしろ逆効果だ。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。次は二人の愛の住まえ、次は二人の愛の住まえ。檻の方はお近くのブザーを鳴らしてください。ブザーは故障中で止まりません。なあ、坊、あいつ一人にして大丈夫か。一等祭のことか。問題あるまい、すぐに追いついてこよう。なんだ、心配でもしているのか。あれ、喧嘩するほど仲がいいってやつ、ひょっとして BL？ BL？ ブラックリストか。そうだ、あまり PTA から目をつけられない方がいいぞ、よ。なんでこっちに振るんだよ。たく、何の話をしてるんだか。しかし、どうした？一等祭で気になることでも。ちょっと嫌な予感がして。多分気のせいだろうけどな。ところで、モンモンは？あ、あんな先に。うほほー、オッケー、野生に戻ってるし。逃げろ逃げろ、そして疲れる。お頭、すぐに追いつきます、ご指示を。焦るな、もはや子孫寺は許されぬ。奴らの力を削いで確実に初姫を捕らえる。なに、隙は必ずできる。その機を逃さず仕留める、それこそ我らが得意とする戦法。はっ、よいか、奴らはかなりの使い手だ。決して功を焦り勝手に切り込むな。はっ、焦らなければ我らの手柄は揺るぎないのだ。風魔霞丸の怖さ、骨の髄まで教えてやる。春本様、ご将来行け！なんかさ、見張られてる気がする。うん、確かに。だけど、誰もいないぜ。いや、用の勘は当てになる。何やつ！仕留めてきた。手応えのない奴らだった。おい、よう、まさかこいつの気配だったとか言うなよ。違うよ、一等祭は殺気立ってるからすぐにわかるの。違う気配だよ。本当だってば。どちらにしろ用心するに越したことはない。
静かに注意しながら進むとしよう。ジン、騒いじゃダメだよ。なんで俺に振るんだよ。いかがなされた。そうでござるな。それに姫も少し明るくなられた。おしとやかな姫も拙者嫌いではありませんが、これはつまらぬことを申した。お忘れくだされ。必ずや姫を無事に城までお連れいたしますぞ。少し先に戦国の世に使われていた湯治場がある。今晩はそこで休もう。おお、温泉とな。そいつはありがたい。なあ、姫様。少し元気出たね。そりゃ女の子だもん。お風呂入ってさっぱりしたいよね。ところで質問なのだが、宗茂殿、良いかな。何か。その温泉なのだが、混浴かな。混浴だ。男女に分かれてはおらぬが、しかし別々に入るに決まっておろう。姫一人では物騒だし寂しいかな、なんてね。何を申しておる。やっぱダメ。ダメに決まっておる。もし警護が必要であれば、拙者が姫と入る。それは良い考えだが、どうであろう。拙者は髪も長く、中性的と言われることもある。拙者の方が姫は緊張しなくていいのでは。だったら僕の方が少年だし、お姉ちゃんも気にならないと思うよ。ね。皆の衆、よくよく考えてみろ。拙僧は俗世間を捨て仏門に入った身。なれば姫も安心して。安心して。着物をパサーッと。何がパサーッとだよ、このエロ坊主。何がエロ坊主じゃ。そう愚弄すると、あんた地獄に落ちるわよ。どっちが地獄に落ちるんだか。混浴。それは、そうで
こそ。宗茂殿、少々がっかりしたようにお見受けする。うん、昔は姫の方から積極的に、宗茂、風呂に入ろう、風呂に入ろうと申されてな。ほう。当時の姫のお尻はちっちゃくて白くてこうプリプリとしておったな。ほう。象の形をした蒙古斑があってな、二人で象さん、象さんと。ならば今夜は節操と共に当時を忍んで風呂でやりますかな。象さん、象さんと。大いにやりますかな。他愛もないもの見たいですかな、拙者の象さん。まあまたの機会もあろう。ジン、婚約じゃなくてがっかりした？なんだよ、別にそんなの関係ねえよ。大丈夫、僕が一緒に入ってあげるからさ。何が大丈夫なんだよ、わけわからねえこと言うなよ。ふん、のんきなものだな。なんだよ、お前も話に加わればいいだろう。しかめっつらばっかりしてねえで。お主たちのくだらぬ話に付き合ってはおれぬ。くだらない話してる人はこの人です。なんで節操を指す。ふざけて死んだ者もおる。まあ、お主たちが死ねば拙者の獲物が増えるだけ、大いに結構。むしろてめえ、その先は仏になった後に聞いてやる。抜け一等祭。面白い。やめるか二人とも。ねえみんな、どうやら温泉に着いたみたいだよ。こんな山奥に立派な温泉だね。確かに。日頃の行いが良いと思わぬところで得をする。これも御仏のお導きじゃ。モンモンが言うと説得力ねえな。バチ当たりめ。節操が言わなくて誰が言う。ところでさ、なんでこんなにいい温泉が使われなくなっちゃったの。戦国時代には刀傷に効能があると重宝がられたそうだが、この太平の世ではな、しかもここまで険しい獣道ではな。確かに。しかしよくこんな人を。拙者温泉に目がない。実は北浜城にも温泉が出たと聞き、うっかり誘い込まれた次第。いや、面目ない。あの時乙女、姫、拙者をかばいなされるか。昔の姫なら鞭打ちは必至。人は見かけによらねえな。気が合いそうだ。本当ね。キャッ、素敵。何 M か XL 袋サイズかよ。初めて良いツッコミを見せたな。少しは慣れてきたのではないかな。どうだかな、ここはお笑いの学校が。家臣をかばうなど前の姫からは想像できず、嬉しさのあまりつい大げさに言ってしまった。どうか失礼をお許しくだされ。そんなことより早くお風呂に入ろうよ。そうだそうだ、
早速湯治と参るか。よいしょっと。おい、お主たち、姫の前で脱いだら即切る。ダメ？やっぱりダメ？そりゃそうさ、僕みたいに裏若き男子なら。ちょっと冗談だってば。って、チンポ、何脱ぎ終わってんの？え？こら！油断も隙もあったもんじゃ。せめて前は隠されよ。はーい。拙者は入らぬ。貴様らと慣れ合っていられるか。そう突っ張るな一等歳。たまには温泉でコミュニケーション。それとも入れぬ理由があるのかな。人を修学旅行の男子のように。あまりびっくりさせたくないのでな。びっくりってどっちで。え、どっちで。詰まった方じゃねえのか。どうかな。なんだよその余裕の笑みは。っていうか今俺の見て笑ったか。笑ったのかこの野郎。これじんよさぬか。というかお主ら前前。ほっといてさっさと入るか。うん、そうだね。ん？これってありえない。だだ、みんな集合集合。お、なんだ？みんな集まってきよって。ん？なんだ、なんだ、どうかしたか。何をそんなに笑っておるんだ。
さあどうかね、こちらは。ではこうならどうだ。口ではいらぬと申しても体は惚れ喜んでおるぞ。少しは素直に気持ちいいと言ってみたらどうだ。そこはほれ、こんなに固くして待っておれ。今すぐ楽にしてやるからな。もう一息ってところかの。なかなかの意地っ張りだが、どうだ、ここが弱いと見た。もうほれ、いかがか、節操の指圧テクは。楽になられたであろう。かたじけない。やはり思ったより疲れていたようだ。ああ、すっかり楽になりました。ん？何やら気配が。おい、そろそろ出るぜ。いいお風呂だったね、お姉ちゃん。前から気になっていたんだが、お主たち、我が藩の姫に対して少々気安くないか。そう？そうって。宗茂殿にとっては大切な姫君であろうが、我らは浪人、主従関係はないからな。しかしだな。みんな、伏せて。姫、物陰にお逃げくだされ。け、うわっ。隙あり、死ね。おみ落ち着いて、ジン。シャーシューヒュー。ジン、早く。こんな人数、僕一人じゃそんなに持たないよ。落ち着けって言ったり、急げって言ったり、どっちだよ。どっちも。もう、気が緩みすぎだよ。僕みたいにちゃちゃっと済ませる癖つけるべきだね。たく、急がせるから左前になっちまったじゃねえか。こんな時にどっちだっていいじゃない。よくねえよ、縁起が悪いって死んだばあちゃんに言われてんだよ。やり直しただよ、もう。無様な。死ぬがいい。生かすか。遅くなった。髪がうまくまとまらなくてな。ようちゃん、待った。もう安心したまえ。さあ、忍びの収容、節操がお相手いたす。では、我が太刀さばき、お目にかけよ。拙者の獲物も取っておけよ。奇襲は失敗か。
危ないところだった。でも思ったよりあっさり逃げてったね。どうも直接姫を狙ったわけではないようだな。将を引とすればまず馬を射よ。狙われたのは。何？俺？ジンがもたもた着替えてるからだよ。なこと言ってもよ。姫だけ守っていればよいと思ったが、うかうかしておれんの。ふん、面白い。それも一興だ。見張りをしっかり立て、固まって休むしかあるまい。うん。占領は敵の狙いになれば。全然平気。今度あの連中が来たらギタンギタンにしてやるぜ。次は足手まといにならないでよね、ジン。なんだよ、偉そうに。ありがとな。なんかこう風呂上がりの女の子の匂いってポワーンとしてていいもんだな。これ鼻の下がデレデレに伸びきっておるぞ。あ、僕も帯が取れちゃった。おお、気がつけば拙者も。これはどうしたことか。拙僧の帯も外れておる。俺やめぬか。お主たちの魂胆は見え見えだ。くそ、なかなか解けぬな。お主までもか、一等祭。何がおかしい。